皆さんこんにちは。パソコムプラザの増田です。こちらの動画ではスマホでよく聞かれる質問についてお答えしていこうかなと思っています。今日はスマホの選び方について。スマートフォン、今大きく分けて2種類あると思ってください。2種類って何でしょう。一つはこちらですね。リンゴのマークのついているスマートフォン、見覚えあるかな。それからもう一つはリンゴがついていないスマートフォン。リンゴのマークのついているものを何というかご存知でしょうか。これ iPhone と言います。じゃあリンゴのマークがついていない方は何て言うかというと Android と言います。こちらですね。 iPhone と Android と言います。そしてスマートフォンは、まあ電話の高級版というよりはすごく小さくなったパソコンみたいなものだと思ってください。パソコンには中に基本プログラムというのが入っているように、スマートフォンの中にも基本プログラムというのが入っています。そこでこちら、まあ土台のようなものですね。 iPhone に入っている基本プログラムは名前があって iOS と言います。じゃあこちら側、Android の方は基本プログラム、名前なんて言うかっていうと、そのままなんですね。 iOS、Android という土台があって、それぞれどんな会社が作ってるか知ってますか？ Android を作っていますのはこちら、まあ、有名なスペル間違えそうになった Google 社、それから iOS を作っているのが Apple 社と言います。会社の名前は聞いたことがありますかね。で、こちらの Apple 社が作っているスマートフォンの名前を iPhone と言います。絵にするとこんな感じです。iPhone はなんと1種類しかないんです。1種類ですよ。 Android は何種類もあるんですよ。名前を言ったら皆さんもちょっとあれって思うかもしれません。例えば Xperia とかね、あと何知ってますかね、 Aquos とか Galaxy ってのもありますね。あと Arrows とかね。で、今なんとかと言ってますけど、例えばこっち側を説明するのに Xperia とか Aquos とか Galaxy とか Arrows なんていうの大変でしょ。なのでこれを全部一括りにして呼ぶわけです。それが Android という機種です。だから Android はいっぱいあるわけで、もう iPhone はたったの1種類です。iPhone はどこまで行っても iPhone なわけです。なのでまず二大陣営があって、まあ源氏と平家みたいなものかしら、じゃあどっちがどっちって話ですけど、 iPhone か iPhone じゃないか、 iPhone か Android かという話になるわけです。なのでお客様、お使いのスマートフォンは何ですかってもし聞かれたら、ドコモとか、au とかじゃなくて、この、まあ、機種と言いますけど、機種のことを聞かれてるって思ってください。お客様、お使いのスマートフォンは何ですかって言われたら、あ、私は iPhone ですとか、私は Xperia ですというように、まあ、ここの機種名を言うということになります。で、 iPhone は iPhone としか言いませんけど、Android にはたくさんの種類があって、じゃあどれか代表で名前つけるってわけにもいかないから、土台になっている基本プログラム Android っていう名前で呼ぶことにしましょうとなっているわけです。スマートフォンを選ぶとき2つ種類があって、 iPhone か iPhone じゃないか、
俺か俺以外かみたいな話ですけど、そういう風になってるんだって、覚えておいてください。もし、あなたがスマートフォンを選ぶときは、周りに聞ける人がいるとか、例えば本屋さんで本見つけやすいとか、この機種名などを見てどっちが自分にとって都合がいいかなって、選ぶようにしていただくといいと思います。ちなみに日本人は iPhone が好きらしく、こちらの人口非常に多いですから、まあ誰か彼か周りに iPhone ユーザーいると思いますので、質問はしやすいかもしれませんね。さあ、その話をまとめるとこういう感じになるかな。土台、基本プログラムと機種、iPhone か iPhone じゃないか、まあでも硬いよねこの話。こんな風に考えてみてください。基本プログラムは脳みそ、どんな脳みそを持っているか、それから機種はそうですね、ボディみたいなものかな、どんな脳みそでどんなボディになりたいかってことかな。 Apple の脳みそを使いたいのか、 Google の脳みそを使いたいのか、まあそんな風に考えていただくといいんじゃないかと思います。まあ世の中には楽々なんとかとか簡単なんとかというスマホもありますが、私の個人的な見解としてはあまりおすすめはしません。普通のスマホ、こういうのですよね、ごくごく普通のスマホで全然使えると思います。私の教室もですね、80代90代の方とかいらっしゃいますけど、その簡単なんとかとか楽々なんとかを使ってる人は一人もいません。お店の方のおすすめを聞くのもいいと思いますが、自分で予備知識を持ってお店に行かれるのもすごく大事なことだと思います。このお話、スマホ選びの参考になったでしょうか。それでは今日のお話はここまで。ではまた。